おはようございます。9月25日朝6時5分の FX 相場解説になります。FX を取り組もうと思った時にね、やっぱりこう金銭的に自由になりたいとか時間的に自由になりたいと思って多くの方始めるんですけども、なぜかね、時間とともにだんだんやる気がなくなっていくんですよ。そして忙しいから後回しになっちゃうんですよね。でもこれね、 FX 後回しにしていて力がつくことってないと思うんですよ。ですんでね、忙しいからこそ早くその状況を脱出するために FX に取り組む時間とか意識をね、深く濃くしていただきたいなと思っております。ではね、今日も相場解説を週足から見ていきますんで、ちょっと画面切り替えますね。はい、今週足が見えてるんですけども、ポイントはもうお分かりですよね。私が何を言おうとしてるか、ずいぶん前から始まってるこのここに触れたら急速に上昇しますよっていう点をこうやって引くんですけども、今そのね、まさにポイントに来てるんですよ。ここに差し掛かったら上に行くみたいなところでね。でこのまま素直に上昇してくれば楽なんですけども、今度こそこれ下にね抜ける可能性もあるんですよね。ですんで、今までの例を鵜呑みにするんじゃなくて、今度は違うかもしれないと思いながら一定の警戒が必要になってくるということですね。ではそういう気持ちでデイリーの方を見ていきましょう。日足はですね、これも何回も繰り返していきますよ。ここが V があってちょっと半分消えてますけども、ここも V がちょっと小さめにあって、ここの V が最も小さいですよね。で右肩下がりになっていて、安値も切り下がっているって形になります。で今ね、この逆 V の字、あ、じゃない、こっちがまともな V の字か、下に大きなひげを出して転換しているところです。ですので移動平均線も下に向かう勢いが、先っぽがちょっと折れ曲がってね、これから上昇に向かいますよってサインが出てますよね。でこれ4時間にしてみるともっと顕著なんですよ。ほらこの形ね、操作トップってあるじゃないですか。ここがネックラインになって操作トップが始まっていくと、こういう風な形でね、大雑把に引きますよ。で操作トップが終わったのがこのネックラインです、ここね。でここを本当はね、操作トップってのはここから上に跳ねる場合があるわけですよ。でもそうならずに下の方にグッと進んでいきましたよね。移動平均線も一気に開いて下降を示していると。そこからもう N 字を出しながらね、何回も何回も N 字を出して下の方まで行ったと。そしてここが転換点になって、陰線と陽線、下髭を長く出して、勢いよくね陽線を作ったわけです。ここから N 字を書いて今度は上昇に向かっていくのが左右対称になっているんですよってことを申し上げましたけども、同じこのね力点に来て、まさにね陰線陽線が絡んできたわけですよ。で左右対称が完成と。これがだから昨日までのお話です。1時間の方見ていきますよ。はい、1時間ね、左右対称がぴったりですじゃないですよ。左右対称がだいたいこの辺で、右と左同じような感じですよね。はい、でここに絡みが出ているということでございます。バツになっちゃったけどすいません、丸でいきますよ。ここに絡みが出ていると。でこのあと、この絡んだところからブレイクが始まるんですよ、ね。収束したらブレイク、いつも言ってますよね。下の方にブレイクするパターンと上の方にブレイクするパターンがあるんで、ここを注意深く見ていきましょうって形になっていきます。ですので今日はね、金曜日ですんで、これから注目する点としてはこのブレイクがどっちに起きるのかってことを見ていくってことになります。それではね、本日は以上かなと思いますね。皆さんのご家庭もそろそろ夜が明けた頃だと思います。賑やかになってきますね。それでは、いってらっしゃい。